皆さんこんにちは。デザインプラス函館店の松井です。本日は小物アイテムより L.L.Bean のトートバッグをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。L.L.Bean 1912年レオンウッドビーン L.L.Bean によって設立。アウトドアという非日常の中で得られる喜びを多くの人に知ってもらいたいという熱意。すべては心躍るアウトドア体験とそこから生まれる感動のために。だからこそ話が弾み、いつもよりも長く歩いたとしても天気を心配することがない商品をデザインしているブランドです。はい、今回は L.L.Bean のトートバッグの中で定番のモデルでもあるボート&トートバッグをご紹介していきたいと思います。はい、ボート&トートバッグは1944年氷の塊を運ぶためのバッグとして発売され、品質にこだわりを持ち続け、メイン州の工場で昔ながらの手作業によって作られているバッグになります。はい。では素材やデザインなんですが、24オンスのヘビーなコットンキャンバス生地を使用しております。はい。で、タフなキャンパス着でしっかりと街を取ったデザインに仕立て、ハンドルと、こちらですね、底にはカラー布をあしらい、一番手の丈夫なナイロン紙でステッチしております。はい。縫い終わりはダブルステッチになっておりまして、簡単にはほつれない、じゃあ丈夫なバッグに仕上がっております。はい。そしてこちらご覧いただいているのがカジュアルな印象のオープントップタイプと、もう一つご用意できるのが、ちょっと可愛らしさがプラスされるウェーブタイプのハンドルになっております。はい。ではサイズ感としては、こちらのミニタイプですと、長財布やハンカチ、メガネケースやペンケースなど、最小限の荷物が入り、見た目以上に収納力がある、持ち運びしやすいサイズになっています。はーい。ですね。ではこちら、スモールタイプは、長財布やハンカチ、キーケースなどの必需品に加え、折りたたみ傘やペットボトルなど、大きめのものも収納しやすく、使いたい時には、じゃあスムーズに取り出すことのできる、こちら、サイズになっております。はい。で、こちらカラー展開は、この後の画像にてご覧いただければと思います。はい。では本日はシンプルな見た目で機能性にも優れている、では L.L.Bean のトートバッグをご紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。